はい、本日はですね、買ってよかったもの8月9月編をやっていきたいなというふうに思います。ということでね、毎月毎月買ってよかったものっていうのを月末にやってたんですが、ちょっとね、8月はあんまり不作というか豊作ではなかったんですよね。だからちょっと1ヶ月ちょっと寝かせようと。ほんならね、ちょうど今時期とかやって秋のアウターも買い出してるしやな、フリースも買い出してるしやな、ほんならちょっとランキングね、もうちょっと厚み増してくるんちゃうかなということで、今回は8月9月をまとめちゃってます。なのでね、先月やってへんかって、あれれおかしいなと、なんかもうやらんくなったんかなと思ってはった方はね、ご安心いただければなと思うんですが、残念ながら不作やったからやらんかっただけで、本来はね、毎月毎月やろうかなとは思っておりますので、まあ、今月もやっていこうじゃないかと思います。これを見るとね、あ、月の終わりが来たなと。月の終わりというとね、給料日が来てますので、ちょっとホクホクしてきてね、ついついこの買ってよかったものを見て後に余計なもん買っちゃうんよと。普段買うつもりは全くないんやけども、僕が紹介している服じゃなくて、その番外編のやつでね、なんか数千円ぐらいのやつが出てきたら、ついポチっちゃうよということでね、あると思うんですけども、まあそんな方はね、下にリンク載せてますので、そこから見てもらったらいいかなと思いますが、本日の流れとしてはですね、まず買ってよかったもの、8月9月合わせた割に結局トップ3しかなかったです。3つしかなかったんで、3つを、3、2とご紹介していった後に、その次には番外編ですね。ちょっと正直今月先月合わせたやつ、今回はもう番外編の僕個人的には気に入ってるんですよね。だからまあ番外編を3つかご紹介して、最後トップ1で終わっていきたいなと思います。ではまずね、買ってよかったもの早速いきたいなと思います。第3位というのがですね、こちらのキャンプインサレーションベストになっています。これに関してはね、まだそんなに使ってないんですよ。だからはっきり言うて、何が良かったんって言われたらちょっとギクなんですけども、まあ一番何が良かったのと言われるとですね、使ってみてよ感じたっていうよりかは、やっぱりこのレビューの時も言ったんですけどね、そもそもダウンベストってキーヒン人からしたら全くキーヒンじゃないですか。で、着る人からしても結構シーズンで限られてるでしょ。ほんま10月から11月ぐらいまでしかキーヒンでと、この春先になったらダウンベストがキーヒンから、ほんまこの1ヶ月しかキーヒンでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、なんせダウンベストってね、コーディネートしやすい。インナーにね、ロンティー合わせてみてもいいし、パーカー合わせてみてもええんやけども、袖がない分ね、着膨れせえへんでしょ。だから結構シュッと細く見える割にちゃんとコーディネートできるっていうか、重ね着ができるからね、ちょっと色を遊んでみたりとか、こうまとまりやすいっていうのがね、こうダウンベストで、それが好きやねんっていう方多いと思うんですけどね。まあその中でもこれは、まあ洗えるダウンジャケットなんでね、まあダウンではないんですけども、洗えるそういう中綿ジャケットになってるので、ちょっとご飯行ってる時に焼肉のタレ飛んだとかね、スパゲッティのソース飛んできたとかね、なんかコーヒーこぼしたとかね、そんな時はね、もうさっとね、手洗いももちろんできるし、あ、一応推奨されてるのは手洗いだけでした。家庭用の洗濯機のご使用は避けてくださいって書いてあるんですけども、僕あんまこういうの気にせんとね、自分でね、生地の原理とかね、中の原理さえ分かってればね、洗えると思うからね、全然普通に洗ったりするんですけども、普通のダウンはね、それができんじゃないですか。だからこの中綿のね、洗えるやつっていうのはね、パッと見外から見たらね、中綿洗えるやつなんか洗われるんですか、わからないと思うんですけど、これに関してはね、洗えるやつやから、まあ取り扱いしやすいし、なんかセールで買ったっていうことでね、ダウンベストね、その高いのはいらんねんけども、なんかちょっと洗えたりとか、もうガンガン切れて汚れてもええっていうようなやつね、ちょっと一着欲しいっていう方はね、これやっぱ良かったんちゃうかなと思います。まあ長く着るというよりかは、もうハードなシーンでガシガシ使っていく系の、まあダウンベストなんですけどね、まあこれが買ってよかったも第3位ということで、ちょっとね、まあ見てもらったらわかるかなと思うんですけども、この辺はね、ちょっと他のやつがね、ちょっと低すぎたんで、これが3位にランクインしてきたって感じなんで、めちゃくちゃおすすめかと言われたら、まあそんなことないけど、まあダウンベストを求めてる人にやったらこれがいいと思いますよぐらいの感じでね。で、さらに本物のダウンベストが欲しい人はね、ロッキーマウンテンとか行った方がいいと思うんですけど、まあ汚れてもいいからガシガシ、子供との砂場で遊ぶ時に着たいねんぐらいな感じだったらね、ああ、どうぞどうぞ、全然これセールで売ってるし、汚しちゃってくださいよっていうようなね、ダウンベストかなと思います。では次、第2位というのがですね、こちらのパンツになっております。まあこれね、視聴者さんからね、ぜひぜひレビューしてくださいよということでね、僕買って気に入ったんでレビューしてくださいって言ってもらってね、購入してレビューはしたんですけど、まあ、僕も数回履いたかな、数回履いた感じで、まあめちゃくちゃ動きやすいしね、良かったんちゃうかなと思います。ただ僕1点気になるところが あったんですけどね、それ何かというとね、ここにね、縫い目あるの分かります？この縫い目のところがなんかね、膝にちょっと当たるんですよ。それちょっと違和感ある。あれ、なんか当たってんなと思った。この縫い目かってね、外から見たら分からん縫い目やねんけど、裏返していくと結構分かる縫い目なんですよ。これがね、ちょっと
と気になる人は気になるかも。気にならん人からしたら全然気にならんねんけども、僕結構こういうの気にするからね。なんか着心地とかね、そういうのね。だからちょっとそこがどうかなっていうところあったんですけども、まあいかんせんね、ちょっと他のがね、あんまり良くなかったってことでね、今回ランクイン2位にしたんですけど、豊作の月やったらちょっとランクインしてなかったかもしれんけども、まあ一応ね、今回8月9月では第2位ということになっています。ではお待ちかね、番外編ですよね。これちょっと力入れさせてくださいね。これちょっと僕楽しみにしとったんでね、番外編をご紹介していくんですが、まず初っ端からおい来たねってやついきますね。まず初っ端番外編というのはこちら、もつ鍋ということになってですね、お前いきなり飯レビュー系チャンネルに転身したんかと思われるかもしれないんですけどもね、まあ、僕は何でも系 YouTuber ということでね、すぐ人気のある方にはすぐ行くということで、まあ、バイク行ってみたりキャンプ行ってみたり服行ってみたりいろんなことするんですけども、今回紹介するねこのもつ鍋っていうのはね、実は僕ら普通にプライベートでよく行ってたっていうか買ってたんですよ。テイクアウトで買っててね、それが大阪のね北新地っていうちょっとお高いところがあるんですけど、そこのもつ鍋屋さんなんですよ。でね、そこにプライベートでテイクアウトだけしに行ってるから、僕買いに行ってたんですよ。嫁が買いに行ってて、僕車で待ってる状態から、向こうの店員さんも僕が食べてるの全然知らんないけども、単純にね好きでこうリピートしてたんですよ。ほんならパッて見たらね、楽天でも売ってるやんっていうことでね、わざわざ北新地まで車走らす必要ないやんっていうことから、我が家ではとうとうこの冬の時期になったらもつ鍋の赤と白両方買うんですね。それがお店でね食べたりしたらやっぱ高いですよ。北新地だしね、結構値段するんですけども、テイクアウトやったらね、赤2000円白2000円みたいな感じでね、結構比較的値段リーズナブルというか、そのお高いところのもつ鍋やねんけども、家でやったら気軽に食べちゃうよねなんていうことで、まあそのもつ鍋のお店の人が僕のチャンネル見てるか知らんけどね、まあ僕らがね一方的に好きでね食べてるもつ鍋ということで、こちらちょっと今までご飯系出したことなかったんやけども、ぜひぜひこれはね食べてみてください。僕個人的に好きやからね。あ、タコザコなん好きなんやなと。で、赤と白どっち好きなんて言われたら、比較、まあ、どっちかというと赤の方が僕は好きかな。まあ、白は白でよかったりするんだけども、やっぱ濃い味が結局男子は好きじゃないですか。焼肉のタレで飯食ったりとかね、うどんとかにもね思ってる以上の倍ぐらい七味かけてみたりとかね、なんかそういうなんかちょっと濃いめなのが好きやからね、まあ赤の方が僕は好きやったりするんですけども、一応その赤と白はねよく買っておりますと。そして次はじゃあ番外編2つ目いきますね。番外編こちら、イソップのキャンドルということで、一気に女子力が高くなりそうなね、アイテムが出てきたんですけど、これ何かというと、まあ、キャンドルなんでね、コーヒーともして、まあ、匂いとかをね楽しんでいくというような感じなんですけど、これねたまたまね心斎橋のとこフラーって歩いとったらね、そのイソップの直営店があったんですよ。まあ、いいか入ってみようかーって、人数制限でもしてるし入ってみようかーって入ってったらね、まずこちらで手洗ってくださいって、手洗った、匂いやなーって言って、僕らそれね手の洗剤っていうんかな、なんてやろな、この手の洗剤ねはイソップ使ってるんですよ。なんかあいつものやつやと思ってたらね、嫁がねあのキャンドル欲しいって言ったらね、店員さんがね、こちらはすぐに完売してしまうんですと、今あるのが珍しいぐらいですよなんていう言葉でね、また分かりやすいセールスかけてきたなと思って、パッて嫁の方見たらね、もう嫁がメハートなってるんですね。買いたいってなってたからね、ほな買うかって言ってパッて見たら2万円高いやないかいと思ったんですけども、まあそんなにねすぐなくなるもんじゃないので、一回買っといたらっていうか、そんなキャンドルでずっとつけるもんじゃないからね、まあ結構長く持ちますよってことやったんで、まあうちの嫁はね分かりやすくそういう雰囲気とかに弱いからね、ちょっとでもいい匂いしたりしたらねテンション上がってくるしね、ちょっとでもねいい雰囲気やったりしたらね、わー毎日幸せっていうような単純なタイプやからね、それをまあ取り入れさせてもらったんですけども、まあ、僕個人的に匂いが気にとってね、寝る前とかにパチってちょっとつけてね、でキャンドルのねこうゆらゆらーっていうのとね匂い感じてね、あーええなーと思ってふって消してね寝たりしてるんですけども、まあ、これは是が非でも買ってほしいとは思わんねんけども、まあ、なんかそんなね匂いとかお好きっていう方はねいいんかなと思います。まあ、それがね番外編2つ目ね。で次番外編3つ目、ちょっとこれはこの今月だけ特別に言わせてくださいよ。これ何かというとこちらです。そう、 SR400 ちゃんということでね、ほんまに何でもかんでもやってるからね、料理系やってみたりキャンドル系やってみたり次バイク系やってみたりしてるんですけども、バイクをね購入しましたよね。8月のお盆ぐらいかなに購入して、もう早1ヶ月半が経つんですね。早いですよねなんて言ってちょくちょく走ってます。今ちょっとねバタバタしてていろいろ行けてないんやけども、1週間に1回はちょっと厳しいけど2週間に1回ぐらいは乗れたりしてるんで、もうほんま気分でねちょっともうイライラするな、乗りに行こうかなと思ったりしたらね、パーッと乗りに行ったりもするし、なんか9月ね雨降ってたりしてたでしょ、台風とかでね、だからあんま乗りでないんですけど、まあそろそろまた1ヶ月点検も行かなあかんからね、1ヶ月点検行ってでまたバイクの動画は出すかなと思うんですが、まあ一つね趣味が増えたような感じなんで、まあキャンプやったりサーフィンやったり、まあもうやってないけどねサーフィンはね、まあそういうのやったりして、まあバイクもね一つの趣味としてね、2時間ぐらい余裕あるんやったらバイク屋行くし、丸1日余裕があるんやったら海行こうかなってなるし、1泊2日できんやったらキャンプ行こうかなってなったりするんでね、まあそういうねちょっと大人ってこういう遊び
び方してんねんなっていうのをね、ちょっと現在学んでる最中でございます。はい、というのがね、番外編3つ目ということになってました。ではね、第1位に行きたいなと思います。もう8月9月買ってよかったもの、第1位はもうズバ抜けてこれでした。ドン、こちらルイスレザーとなっております。あの点数で言ったらもうこれが100点で、2位のパンツがまあ50点ぐらいかな、で3位のベストが30点ぐらいで、他のレトロ X のベストとかは20点ぐらいし、マウンテンライトも15点ぐらいでね、あんま色気に入ってないっていうところがあったりするんですけども、これはもうズバ抜けでよかった。まあ、ちょっと一回着てみますね。何が良かったんかっていうところもね、お話ししていきたいんですけども、はっきり言ってね、最初こう着た時とかはね、ちょっと重たいっていう印象だったんですよ。普段やっぱ軽いの着てるからちょっと重たいから着づらいなっていうのもあったりしたんですけど、まあ、シープでこんだけ重いんやったら牛革なんかもっと重たいと思うんですけどね。それが逆に良くて、何がいいかっていうと、バイクとか乗ってる時に僕ずっとこれ着てるんですけど、バイク乗った時に尋常じゃないぐらい守られてる感あるんですよね。もう風とか高速乗っても感じひんし、でね、ダブルやから余計こう前がね二重になってるじゃないですか。だから余計こう守られてる感があるんですよ。こう風とかバーってきてもう全然当たってる感じせんし、まあ、これはね、普通のレザージャケットじゃちょっと厳しいというか、普通のレザージャケットでここまで分厚いのってあんまりなかったりすると思うんで、さすがバイク用に作られた、あの元はねレザージャケットやなと思います。ついこの間ね、これ着てね、まあ、これ着てる時って大体バイク乗ってる時なんですけど、これ着てね、あのラーメン屋行ってんですよ。バイクでブーって奈良のねラーメン屋パーって行ってね、並んどったらね、隣の人視聴者さんやってね、声かけられてね、タクゾーさんですよねって、あ、そうですって言って、まあこれセカンドでも言ったんですけどね、タクゾーさんって普段そんな格好されてるんですね、ゴリゴリのこれハードロックなテイストも確保されてるんですねみたいな感じだったんですけど、いや僕あのバイク乗るときはねこんな感じなんですけど、普段はもっとラフなね感じで、男臭い感じではないんですよみたいな話はしてたんですけど、まあ、もしね街中で僕がねこの服を着てるっていうことは、まあ、おそらく近くにバイクがあるか、バイクに乗ってきたんだなと思っていただければいいと思うんですけど、まあ、ほんまね良かったなと思います。ただやっぱ20万円するからね、これ20万円してもう1着買いたいかって言われたら、今んとこはそんな思わないんですよね。まあ着あれは十分かなと。ほんでよくレザージャケットってね、暖かいって思われる方いらっしゃるんですけど、暖かくはないんですよ。厳密に言うと寒くないっていうのが正解でね、あの風は確かに守るんやろうけど、中に保温するものは全くないからね、風は守るけども中から熱はね生み出してくれへんから、まあ寒くないっていうのがまあ厳密な言い方やと思うんで、これがね中がねこの真っ赤なやつでルイスレザーあるの分かります？この真っ赤なやつやったら、ちょっと中がキルトって言ってね、ちょっと綿とか入ってるんですよ。そんなレザージャケットやったらあったかいと思います。外も風入ってこうへんし、中もちょっとね綿が入ってて、あったかいってあると思うんですけど、これねちょっとしたウールぐらいな感じだから、そんなあったかいかって言われたらまあ微妙やし、もうほんまに11月ぐらいまでちゃいます。12月とかになったらもうよう寒くてね着られへんと思うんですけど、バイクやったらね。まあそれでもね、もうこの辺とかいっぱいシワ出てきてるでしょ。あのバイクこうやって乗ってるから、その自分のね肘の曲げるね折りじわみたいなのがついてきたんですけど、まあこれからもちょくちょく動画で出てくるとは思います。はい、ということでね、まあ僕個人的にも久々のレザージャケットで、もう何年ぶり、10年ぶりぐらいのレザージャケットやったんですけど、やっぱレザーってどうしても、ね、手入れめんどくさいとか、雨濡れたあかんとか、いろいろこう制約があるんで、まあどうなんかなとかって思ってたけど、もうそういや大人になったらね、雨の日出かけへんでしょ。でちゃんと天気予報見ていくしね。それが10年前はね、あんま天気予報見えへんし、もうレザー買ったら毎日レザー着てるみたいなね、子供みたいな感じだったんですけど、もう今30超えたらね、その日の天気見て服装も考えるしね、雨降るんやったら違う格好していくしね、まあ、そんなところでね、まあ、よかったんかなとは思います。まあ、こんなあの YouTube やってへんかったらね、こういうあのバイクにもおそらく乗ってへんし、こういうレザージャケット買うっていうこともなかったんで、ね、まあ、ほんま YouTube やっててね、よかったなっていうことと、まあ、皆さん見ていただいてるおかげでね、まあ、僕は続けさせていただいておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ということでね、ちょっと今回はね、僕にとってまあ全部が100点満点っていうランキングではなかったんですけども、まだ来月は来月でね、もうほんま秋冬がドドッと入ってくるし、ないとダウンジャケットもねもうそろそろ行くんちゃうかっていうことなんで、またいろいろ紹介していきたいなと思います。ということで本日はですね、買ってよかったもの8月9月編ということになっております。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。